ティールタンからの図、ティールタンからは、ジャイナ教の救済者、祖師。今の世界において24人のティールタンからが出現し、その最後の一人がバルダマーナであるとされる。ジャイナ教では、他のインドの思想と同様に、不幸と呼ばれる循環する時間の単位を持つ。一つの幸には不幸の増す、過降症と幸福の増す、上昇症があり、それぞれの時期が6つに分けられる。 加工省には24人のティールタンカラが生まれるが、その最初のリシャバは加工第3期に生まれ、続く加工第4期に残り23人のティールタンカラが生まれる。最後のティールタンカラであるバルダマーナの没後に加工第5期が始まり、現在に続いている。同様に上昇省にも24人のティールタンカラが生まれるが、その最初のティールタンカラはパドマナーバという名前で、 上昇第三期に生まれることになっている。ティールタンからに縁のある場所が聖地とされ、巡礼がなされる。ジャイナ教の寺院は、通常24人のティールタンからのうちの一人を、本尊とし、また他のティールタンからを祀る指導が付属する。バルダマーナ以前の23人のティールタンからの自責については、カルパスートラに記されているが、最初のリシャバ、22人目のネーミ。 23人目のパール、手話以外は極端に簡単な記述になっている。各、ティールタンからを図像拡上区別するための象徴物と色が決められている。バルダマーナの他に23代目のパール手話も実在の人物と考えられている。ありがとうございます。